コンテディカブール級戦艦。コンテディカブール級戦艦。ナビ DA。ベタリアクラースコンテディアイカブールは、戦艦、ダンテアリギエリに引き続き、イタリア王国海軍が第一次世界大戦中に、竣航させた2番目の土球戦艦の級である。コンテディカブールとも表記する資料も存在する。3隻が1914年から1915年に、かけて竣航した。 船体は朝鮮首労型で、艦首から全球より引き継いだ新設計の、1909年型30.5センチメートル、46口径砲1.2番手砲塔を背負い式に2機、司令塔を組み込んだ、相打環境、1番煙突を挟み込むように後ろに、立った三脚章、煙突の背後に見張り台があったので、高熱の倍煙が、立ち込め、水平には不評だった。 そのため1920年代の改装で前保柱は、環境と煙突の間に、四つ足掌を立て、元の三脚章の主脚は、ボートクレーンの基部として残された。前保柱の背後に三番手法が、前向きに一気、二番煙突を挟み込むように前に立った三脚式の、水雲、後部見張り書と、短小灯台、そして四番五番手法とを後ろ向きに背負い式に、配置した。 本級の手法は全級に引き続き、1909年型30.5センチメートル46口径法を採用している。本館から手法神は国産で、カブールはビッカーズ社テルニッシ社の製造、ダヴィンチの手法神はイギリスのビッカーズ本社の製造、チェザーレの手法神はアームストロング社ナポリッシ社で製造された。長らくのイギリスによる技術支援により、 大口径砲の製造が可能となったが、それでもイギリス人技術者の補助と長い時間が製造に必要であった。その性能は、重量 452kg の手砲弾を最大行角20度で射距離2万4000メートルまで届かせることができる性能であった。発射速度は毎分2発、行角は20度、深く5度で、動力は蒸気機関による水圧駆動であり、 補助に力を必要とした。旋回角度は1番5番3連装手砲塔が左右150度、2番4番連装手砲塔が左右155度、3番手砲塔は左右180度の旋回角が可能であったが、実際は前後の煙突に挟まれているために視界があった。手砲塔一機に対し100発の手砲弾が収められたが、通常は鉄鋼弾40発に、 榴弾三十発で他に訓練用砲弾であった。主砲塔の配置には特色があり、一番、三番、五番のみ三連装砲に、二番、四番のみ連装砲塔に収めている。なぜ、普通に三連装砲を動きにしなかったかというと、元々の船体が小型なために背を意識にした場合、高所に三連装砲塔を置くと、重心の上昇を招き、 好天時のしのげなみ性の悪化、左右主法聖者時のショックによる同様悪化につながるため、連想、三連想の複合配置になったと言われる。結果として、手法の総数は13問となり、キリスト教では不吉な数になってしまった。これについては、あえて従来の迷信を打ち破ろうという決意であるも、対戦する敵に不吉なイメージを与えることを意図したとも言われる。 また十三門という数は、戦艦の手法の門数としては、英国戦艦英人ーとの十四門に次いで、第二位である。この手法配置は、改め同系艦のカイオデリオ級戦艦にそっくり、受け継がれた。また、三連装砲と背負い式の連装砲等を組み合わせる、手法配置は、アメリカ海軍がネバダ級戦艦でも採用し、日本でも、長戸型戦艦の次級の戦艦。 あるいは混合大艦の手法配置として、平賀譲が提案している。本級の副砲は全級に引き続き速射性を重視して、1909年型 12cm50 口径速射砲を採用した。これを最長艦板の下方に3番手法を中心として放射線上に、片弦に単装砲球機を配置し、計18門を装備した。前方方向に、 最大8門、左右方向に、最大9門、完備方向に、最大6門が試行できた。その他に、耐水来艇迎撃用に、7.6cm、50口径速射砲を、単装砲1 3 k を1 3 5番手砲塔の上に3門ずつ、2番4番手砲塔の上に2門ずつ、計13門配置した。後に、7.6cm、 40口径降格砲を単装砲6門、45cm 水中魚雷発射艦3機を装備した。本級から艦首に昇格、ラムを装備するのを廃止し、滑らかな艦首形状となった。艦隊は艦首と艦尾が斜めになった分の重量を軽減できるカットオフ方式を採用し、舵は主だと副舵を前後に配置するタンデム配置とした。なお、 イタリア海軍では、ビットリオベネト級戦艦でも、副舵を採用しており、戦海性能は良好であった。防御方式は全球より踏襲した、全体防御方式を採用しており、艦首尾部までの原則全体にまで装甲が貼られた。水戦中央部の前後部主砲等艦が二百五十ミリメートル装甲、艦首尾部が百十ミリメートル装甲が貼られ水戦場ートルから、 水面下1.6メートルまでを防御した。また、水線上部の中央原則部にも220ミ、mm、リメートルから130ミリメートルにテーパーする装甲が貼られておりえ防御であった。ケースメート式複砲部は110ミリメートル装甲で、この当時の軽巡洋艦級の手砲弾に耐えうる防御であった。主砲前立ては百八十ミリメートル、バーベット部が百八十ミリメートルであったが、これは、 同世代の土球戦艦ドレッドノート級の水戦中央防御部こそ 280mm であったが両端部 200mm、艦守備部に至っては 100mm しかないことに比較しても遜色のない重防御であると言える。艦艦部の水平防御は日露戦争時の戦艦を取り入れて4層すべての艦艦に装甲が施され最上艦艦 30mm 第一艦艦 14mm、主幹板 12mm、主防御幹板 24mm で、傾斜部は 40mm であった。水密区画は3層式となっており 10mm と 22mm の、隔壁と 10mm 走行で防御していた。なお、隔壁はそのまま船底部まで続いており20底となっている。本級の機関配置は、 船体中央部に3番手法等を配置する、関係上、間室分離配置となっている。そのため、ボイラー室は、機関区の外側に配置され、タービン機関は、手砲弾薬庫を囲むように中央寄りに配される点に、特色がある。ボイラー配置は、第1間室に、ボイラー3機、第2間室は、弾薬庫の左右に、ボイラー1機ずつ、計2機、第1機械室は、 弾薬庫の左右に分かれ、高圧タービンと低速タービンを前後に配置し一組として、外側軸を駆動する。第二機関室は弾薬庫の背後に配置し、左舷側内軸が高圧タービン1機、右舷側が低圧タービン1機が配置される。その第二機関室を守るように、第三関室が外側に配置され左右に、ボイラーが1機ずつ、計2機、そして第四関室に、 ボイラー3機の順である。この複雑な機関配置は、船体中央部に位置する、主砲弾薬庫ボイラーとタービン機関で守るのと、同時に、まだまだ大型である、タービン機関をボイラーを犠牲にしても内側に配置する、ことで生存性を高め工夫である。機関の形式は、特色があり、ボイラーの構成は、コンテディリカブールとレオナルド・ダ・ヴィンチが、ブレキン電式重油戦症水管管発機と、 ブレキン電ン式石炭、重油混焼水管管12機であるが、ジュリオチェザールのみ、バブコックウィルコックス式で、重油浅性水管管12機と、石炭、重油混焼水管管8機である。これに、パーソンズ式高圧型タービン3機と、低圧型タービン3機計4軸を組み合わせた結果、最大出力3万 1000HP、最大速力21.5ノットを発揮した。燃料は、 石炭1450トンと重油850トンを搭載し、速力10ノットで4800回りを航行でき、地中海で行動するに十分な航続性能である。1915年5月24日の海戦時は、カブールはタラント港で艦隊機関として配置、チェザーレとダヴィンチも同港でダンテ・アリニエイリと共に第一戦隊に配備されていた。しかし、 三席とも、第一次大戦中に巡航したが、大きな作戦に参加したことはなく、もっぱらチレニア海とイオニア海間の、戦団護衛任務か、オトランド海峡封鎖任務に就いた。だが、三番艦である、レオナルド・ダ・ヴィンチは1916年8月2日に、主砲塔の爆発事故を起こし転覆沈没、1919年9月に、 上下逆の状態のまま不要されたものの1923年に結局は解体されている。この事故を当時のイタリアはオーストリアイコールハンガリー帝国による破壊活動と懸念したが、真相は闇の中である1920年代に二隻とも近代化改装が行われ、前述の通り不評であった三脚式の前小柱は四足式に改められて、 煙突の前に配置され頂上部に射撃砲位板が設置された。また、環境にフランス製の三段速競技が装備された。また、1926年にカブールの未完守、カンパンサ玄部にカタパルトが装備されて水上偵察機が運用され始めた。残る2隻、コンテリカブールとジュリオチェザーレは、その後練習艦任務に配属された。 この時期のイタリア海軍は近代的な小型新戦艦を多数巡航させ仮想的であるフランスに対抗す考えでいくつかの小型戦艦のプロジェクトが検討されては消えていった。同じ時期にドイツで画期的なポケット戦艦と呼ばれたドイッチラント急走交換が現れたのもその一因である。だがこの一石の影響で状況は大きく揺れ動いた。 当時のフランス海軍の戦力は以下の通り。フランス海軍に対し、イタリア海軍の戦力は以下の通り。排水量では拮抗していたが、フランスがダンケルク級戦艦 33cm 砲8門、30ノットの建造計画を発表し、1930年代後半に2隻目の気候を発表したことで、両海軍の戦力バランスが崩れた。新戦艦は、 速力29ノットオーバー。手法は長方針の33センチメートル方。充実した航空兵装を持ち、策的能力が高い大型駆逐艦との連携で、通称破壊に有能という情報は、イタリア海軍に普通新型戦艦対抗できうる軍艦がないことを痛感させた。29ノット以上の速力というのは、イタリア海軍の既存の戦艦と、 走行巡洋艦では追いつけず、巡洋艦ならば追いつけるが新戦艦の持つ巨砲に対しては無力という、フランスがドイツに突きつけられた難題を、今度はイタリアが突きつけられたのである。これに対し、海軍はいくつかの小型、中型戦艦の設計案を検討したが、一から作ったのでは、フランスの新戦艦が先に竣工してしまうのは明らかだった。そこで、 コンテディカブール級戦艦に新技術を投入して、近代戦艦に作り変える決定を下した。コンテディカブールは1933年10月より、CRDAA、シャトリエステ造船所にて、ジュリオチェザーレも同年同月に、ティレニア海造船所ジェノバ工場にて、近代化改修工事を実施し、コンテディカブールは1937年6月1日に、最終駅。 ジュリオチェザーレは4ヶ月遅れの同年10月1日に改装が終了したことにより辛くもダンケルクの収益に間に合わせたのである。改装前の手法は 30.5cm 砲13問であり、仮想的ダンケルクの 33cm 砲8問に対し少なくとも当社弾量では上回るものであった。しかしながらする通りの高速に対抗するため、 三番砲塔と弾薬庫を撤去して、機関を増設することとなった。そのため、なんとか砲力を維持ないし向上するための方策に迫られた。砲力を増すには、より大工径砲を搭載するか同工径で、長方新砲を開発するのがセオリーであるが、一から大砲を開発している、時間的余裕はなかった。また当然ながら、重量も増してしまうため、乾燥するなら引き換えとして、 文数も減らさざるを得ないため、ただでさえ三番砲塔を撤去している以上、できない相談であった。そのため、イタリア海軍は、やむを得ず既存のチメートル砲の方針の A ナイトをボーリングして、方向形を三十点五センチメートルから三十二センチメートルに上げる大口径化を取った。この方法ならば、既存の方針を加工するだけで、コストも抑えられ、また、 砲塔一基あたりの手法の門数も変わらず、改造も、砲画の補強と、要弾機の改正で済むため手法塔を、新設計するよりは時間の短縮となった。この改造により、1934年型 32cm、43.8口径砲へと生まれ変わり、性能的にも、砲弾重量は 452kg から 525kg へと増加し、 威力増加が見込まれた。同時に第一次世界大戦時の戦訓により、射程を伸ばすために、境角は20度から27度へと増して、射程距離は24000メートルから28600メートルへと延伸され、砲弾重量の増加により、敵艦の水平防御への貫通能力も増加わる、見込みであった。しかし、この改造の代償として後継は46。 後径から43.8後径にダウン、方針を削って薄くなったことにより命数は減少し、散布界は広がった。しかし、発射速度は砲弾の重量化にもかかわらず改装前と同じく毎分2発を維持した。不要能力は最大行角27度、不覚5度で、旋回角度は改造前の150度から左右120度へと減少した。 前述の通り3番砲塔を撤去しているため、全体の門数は13門から10門へと減少。したがって、正射時の投射弾量は、改装前の5.876トン、452キログラム13から5.25トン、525キログラム10へと減少している。砲弾一発あたりの威力は増加しており、一長一短である。しかしながら撤去した3番砲刀は、 射角が非常に小さく、13門を正射できる、シチュエーションは限定さる。そのことを考えるに総合的な火力はむしろ、向上したとも言える。ただしダンケルクは8門すべてを前方にも、減速方向にも正射できるため、減速方向しか正射できない、本級は、その点では劣っている。ちろん、ダンケルクには、後方が完全に四角になるという弱点もあるのだが、ちなみに、 弾ル力の投射弾量は4.48トン、5 6 0ラム、8であり、階層の前後を通じて、正射弾量で上回り、一発あたりでは下回っている、ことになる。発射速度は、毎分二発で同じである。その一方、弾ル力の最大射程距離は4600メートル、最大行角35度であり、この点では、圧倒的に差をつけられている。ただし、 第二次世界大戦時の欧州戦においては、大戦間戦闘の射程距離が、おおむね2万メートル台で行われており、仮に、砲戦の機会があったとしても、圧倒的に不利はならなかったと思われる。砲身は口径こそ12センチメートルのままであったが、新設計の1926年型12センチメートル50口径速射砲を採用した。また、改装前で、 単層砲画で、ケースメイト配置だった複砲は、新設計の、落式し九百三十三年型、設計連想砲刀形式に改められた。しかし、砲刀を小型化するために、左右の方針は同一の方画に接続され、左右一緒に浮揚する方式であった。この砲画形式だと正射時に、左右の方向から発する、衝撃波が相互に干渉し合って散布界が増大する欠点が、 あった。しかし、砲塔形式となったことで、防御範囲は抑えられ、副砲弾薬庫を原則いっぱいに配置する旧来の方式よりも、被弾時の安全性が向上したことは、間違いない。その性能は、重量 23.15kg の砲弾を行四45度で、射距離22000メートルまで届かせることができる優秀砲で、発射速度は、毎分録から7発。 扶養能力は最大行角45度、深く10度で、旋回角度は左右150度で前後方向に最大8問、左右方向に最大6問が施行できた。さらに、広角砲も改装前の 6.5cm 広角砲から年々進化する航空機に対抗するために大型化された。 おと1930年型 10cm47 口径広角砲を採用した。この砲は厳密に言えばイタリア製ではない。設計は第一次世界大戦前にシュコダ社でオーストリアイコールハンガリー帝国海軍向けに製造した K11 型 10cm47 口径速射砲という旧式砲を模造し砲画を改造して 高角砲として転用したものである。性能的には、重量 13.8kg の砲弾を行四45度で、射距離 15,240m、最大行八85度で、高度1万 m まで届かせることができた。発射速度は、毎分8から10発、不要能力は、行八85度、不角5度で、旋回角度は、左右180度であった。 しかし、設計段階で、広角砲の社会よりも副砲塔の社会を重視しており、広角砲の配置は、監守方向は二番手砲塔と環境の間に一機ずつ、計二機、幹部方向は、後部三脚省の両脇の狭い箇所に配置され、特に前側の和上部を環状構造物が占拠しているために、対空社会は、後ろ側より圧迫されていた。そのため、 広角砲を補助するために、ブレダリメ 37mm54 口径機関砲が採用され、連装砲がで6機を装備された。同じく 13.2mm75.7 口径機銃を連装砲がで2番手砲登場に並列に2機、2番煙突の左右に2機、3番手砲登場に並列に2機の計6機装備した。なお、 1940年にカブールは 13.2mm 基準を1935年型 20mm65 後継機関砲を連装砲画で6機12門へ、チェザーレは同8機16門へと換装した。戦隊防御では原則走行 250mm 等は変化していないが、選手量甲板が延長されたのに伴い、 最上艦板から第一艦板の間の 110mm 走行が 120mm へと、第一艦板から主艦板間の走行が 130mm から 50mm へと増圧されている。さらに水平防御が第一次大戦時の戦訓により強化された。改装前で合計メートルであった防御圧は改装後は主艦艦自体がメートルに、 増圧され、最上艦板と中艦板とを合わせて、合計 135mm に強化された。耐水雷防御は前述の通り艦係部まで続く二層構造と、重核壁と石炭庫による防御に変わるものとして、新型のプリエーゼ式水雷防御が採用された。構造は、中央部で直径 3.4m にもなる二重構造の、円筒で、外側に重要充填し、 内藤内部は空気層とすることで外藤が破られても内藤で浮力を確保するという理論であった。設置範囲は前後の手法等の間に及ぶ長大のものであった。実験では効果的な結果をもたらしたが実戦では巨大作列時の衝撃波が円筒を通して艦の前後各所に太鼓のように反響して広がり、また円筒自体も大きくずれて艦隊を突き破り被害を かえって拡大してしまった。本級は新戦艦に対抗できる、高速力を得るために、前述の通り三番手法等と弾薬庫を撤去し、機関区を増加させた。しかし、前述のプリエーゼ式水雷防御を細い戦隊に収めたために、機関区は前後に細長い状となってしまった上に新設された、中央部角壁で、機関区画はさらに左右に分断し、5つの区画に、 分かたれた。そのため、ボイラーとタービンの配置が大きく改正された。その配置方式は、左玄側が、監渉側に、低圧タービン2機と、高圧タービン1機を原則ギアで接続したものを一組と、する、ギアードタービン1機の背後にボイラーを、各区画ごとに1機ずつ、計4機、右玄側は180度回転して監渉からボイラー4機と、 完備側にギヤードタービン1機を配置し2軸のスクリュー軸を駆動し推進する。そのため、軸数は改装前の4軸から2軸へと減少したが、イタリア海軍はすでに重巡洋艦ザラ級で、大馬力機関を少ない軸数で推進する方式を確立しており、本級でもそれを踏まえたものとみられる。うん、また、ボイラー形式も、石炭と重油を使用する改装前から、 燃料は重油に統一されたことで、加熱器を装備する、ヤーロー式重油戦昇水管管へと更新され、これに、ブルツオー式ギヤードタービン2機を組み合わせて、最大出力は、改装前の3万 1000hp から3倍の9万 3000hp へと、大幅にアップした。これにより、最大速力も21.5ノットから28ノットへと増加した。これは、艦隊速力から見ても、 今までのイタリア海軍では、駆逐艦や巡洋艦がどんなに敵艦隊よりも有速であっても、戦艦の最大速力で艦隊速度が決定されるのに対し、本艦の速力28ノットにより、巡洋艦並みの速度での艦隊行動が可能になった。これにより、イタリア海軍は柔軟な艦隊編成が可能となった。これらの新装備を収めるための重量増加により、 喫水が深くなるのを解決すべく他国では両原にバルジを張るところを、イタリアでは既存の監視構造の外側に新たに監視構造を接続して約10メートル全長を伸ばすことで解決した。これに伴い監視形状はしのげなみ性の良いクリッパーバウとなり、監視からの監視看板は軽くしや傾斜がつけられた。全長が伸びたことにより、船体の盾、 横幅比率は6.03から6.28へと、変わり高速を出しやすい線形となった。通常、浮力を増すのには簡単な方法として、日英米では両側にバルジをつける方式が主流であるが、これは間幅が増大して、速力低下につながる。また、日本戦艦の近代階層では、戦隊の艦尾側を延長する方式があるが、この方式は、 火事の危機が鈍くなる欠点があるため、新戦艦に対抗し得る、機動力を持たせるのが、今回の改装の主眼である、イタリア軍では、艦首延長方式を採用した。なお、戦首楼艦班は、改装前では、主砲塔の周りだけ、高くされていたのに対し、改装後では、後部煙突付近まで延長したことにより、副砲塔、広角砲は、波浪の影響を受けがたなった。なお、 完備部は、改装前と変化はないが戦訓により、完備にあった炭素式の水中魚雷発射管3機は撤去された。また、開放式の環境構造と、四つ足式の前小柱は、プリエーゼ設計士官の得意とする円筒を、重ねたような形状の密閉式環境へと更新された。環境の構成は、下部から、航海環境、戦闘環境、即居技等の順である。 各区画の側面は装甲で覆われており、対重用艦防御が施されていた。即居技は上下二段式となっており、上段が即居用で下段が弾着観測用でデータは即居技島内部の射撃式書と方位板室に送られ射撃完成された。複法用即居技島は環境と独立して環境構造の左右に一気ずつが配置され、環境の頂上部には 装甲板でカバーされた5メートル速競技が乗せられ、下部に複方式賞を持つ装甲司令塔である。前後に離れていた2本煙突も前述の機関配置の改善により等間隔に配置される、端正な印象となった。煙突の後部からミズンの間のスペースは関西艇置き場となっており、改装前と同じく後部三脚賞の基部についたボートダビットにより運用される。 開放式の後部見張り所は三脚章の中部に移設され密閉式となった。見張り所の上段には新たに単小灯台が設けられた。本級は外観、内部ともに一新され、イタリア海軍は近代海軍にふさわしい戦艦を二隻手に入れたことになった。本艦の使用実績をもとに海を出量りを急戦艦の近代化改層に臨むことになる。しかし、 両艦の近代化改装実施中に第二次世界大戦が勃発した。この時にイタリア海軍で作戦行動可能な戦艦は本級2隻のみという事態に陥り、そのために本級の重要性が増した。この後、大戦初期に英艦隊と砲火を交えたが、1940年に英国艦隊のタラント空襲により、コンティリカブールは大破、着底し、 翌年に付与された。コンテディカブールを修理する際、イタリア海軍は、対空兵装造強を目的とした第二次、改装計画を立て、エトナ級形巡洋艦に採用予定だった 13.5cm、連装両用砲6機や 6.5cm、単装広角砲12機に加え、20mm 機関砲を、さらに増備して搭載する予定だったが、 1943年9月8日にイタリア王国が降伏した時点では未だ修理中の段階だった。1943年10月10日に近海にて自沈処分となったが、1944年にドイツ軍の手により扶養され、1945年2月15日に米軍機の攻撃を受け再度沈没した。戦後の1948年に扶養、解体された。 ジュリオ・チェザーレは開戦当初は艦隊司令長官、艦オ王に対象の機関として長期を掲げる栄誉を受けたが燃料事情の悪化した対戦後期は燃料と人員を小型艦や新戦艦へ回し人数を維持に必要最小限にして軍港の対空防御や練習艦任務に徹した。イタリア海軍では1948年12月に除籍後、 翌年1949年2月にマルタ島に開港、戦後保証のため、ソビエトへ賠償官として引き渡さ、のぼろシースクと解明、国会艦隊に所属。1955年に事故で失われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。